先生です。ほい、生徒です。さあ今回は YouTube 登録者記念として前々からやるぞやるぞと言っていた。背筋さんの近畿地方のある場所についてを紹介と考察をするよ。確か SNS で話題になっていたやつ？そうそう、かくよむってサイトに近畿地方のある場所にまつわる、怪談を集めるうちに、恐ろしい事実が浮かび上がってきた。ということで淡々と調査内容が投稿されていくモキュメンタリー。オムニバスホラーなんよね。もう気になるやん。ちょっと全部話していくと膨大な量になるから、めちゃ端折って各話の概要だけを話していくね。だからこの動画を見る前に一度読んでもらえるとさらに楽しめると思うよ。なんか怖そうだな。なるべく怖くないように頑張るけど、期待しないでください。それじゃあ、近畿地方のある場所に行ってみようかどう。本編始まるよ、ペリペリまず、この物語の目的を確認していきたいんだけど、この話は全34話もあるんだけど、そのほとんどが、雑誌に載っていた情報やネットで集めた情報とかをまとめた、いわば、新聞スクラップみたいな感じ。記事の切り貼りして保存していくやつね。その中で、大筋の話がありまして、まず、怪談ライターの背筋さんって人がいてね、これ投稿している人やん。そうそう、ほんでその背筋さんには出版社に勤める小沢くんって友人がいてさ、その友人が消息を絶ってしまい、友人の失踪に関する情報を、読者に提供してもらいたいから書く読むに今まで見つけた情報を投稿していく。ってな話なんよね。つまり目的は友人の小沢くんを見つけるってことか。そうだね、だからここに投稿されている記事やネットの情報とかは、背筋さんや小沢くんが書いたものじゃなくて、見つけたり情報提供してもらったものを載せているってな感じ。はい、なるほど。そんで、小沢くんの失踪に関する情報に共通しているものそれが、近畿地方のある場所なんよね。それはどこなん？それはとある理由で伝えられなくて伏せられているよ。それもまた、おもろそうやん。ほんで小沢くん、なんで失踪しちゃったん？うん、まず小沢くん会社でオカルト雑誌の担当編集になってさ、背筋さんも怪談ライターで友人だから、仕事発注させてください。ってなって、会うことになったんだ。小沢くんは会社にあるバックナンバーを読み漁って、おもろいオカルトを発見したみたいでさ。おもろいオカルト？うん、様々な心霊スポット、体験談を読んだ結果、とある共通点があったんだ。それは近畿地方の山に囲まれた一帯、その地名が頻繁に出てきていたということ。つまりその山が、記事になっている怪異と関係があるのでは？って考えたんよね。なるほど、それをテーマにして記事にしたらオカルト雑誌としてはおもろい企画かもしれんね。ということで、背筋さんに手伝ってってお願いするってな流れが、メインのお話なんよね。このメインの話を軸にして、集めたこの一帯で起きた奇妙なことを、背筋さんが書く読むに投稿しているってことか。そういうことおもろいでしょ？第三者からしたらそうだけど、小沢くん消息不明になっとるやん。うん、なんで消息不明になったか気になるよね。ではまず、ここで小沢くんが共通点に気づいた、三つの記事を見ていこう。小沢くんが発見した発端になった三つの記事なんだけど、まず一つは実録奈良県行方不明少女に新事実か？って記事。なあにそれ？1984年2月に奈良県在住の8歳の少女 A ちゃんが学校帰りに行方不明になってさ、テレビで行方不明の人を見つけようって番組、昔よくあったじゃん。ああ、テレビの力とかね。そうそう、それでアメリカの霊能力者に霊視してもらったんだけど、近畿地方のとある一帯を指して、ここにいる。けれど A ちゃんは、生きてもいないし、死んでもいないって言うんだ。妙だなぁというか近畿地方のある場所出てきたなぁ。そこがどこだか気になるよね。ちょっとこれから頻繁にこの場所出てくるから、これからは、ある場所っていうことにするね。了解。ほんで、別の記事で関連したものがあって、それはその一帯を深夜3時あたりトラックで走っていた運転手が話していたことなんだけど、ランドセル背負った女の子がいてさ、深夜3時の山に？だからこれ事件やん。ってなってトラックを降りて、その子の元に行って大丈夫？って聞いたんだ。そしたらその子、むっちゃくちゃ笑顔でさ、ひえ。A はね、お嫁さんになったのって言うんだ。A ちゃんやん。何こいつコッパ？って思いながらおじちゃんのトラックに乗ろっか。って言ったら急に真っ暗な林の中へ走り出して消えていったんだって。さらに怖いのがさ、A ちゃんの家なんだけど失踪から2ヶ月して、親族が亡くなっていて。病気？事故？自らだよ。自らか。A ちゃんのおじの M さんって人も亡くなったんだけど、M さんの仕事って、ある場所のダムの管理でさ。あ、関係ありそうだよね。確かに。続いて、林間学校集団ヒステリー事件の真相って記事。これは、とある中学校の林間学校である場所の施設に泊まった時の話。夜、みんなで部屋でワイワイだべっていると、ベランダが騒がしい様子だったからさそこにいた子に話聞いてみたら、何かの声が聞こえるって言うんだ。他の部屋の子もベランダに出て、聞こえる？って話していたら、おいって誰かが呼びかけてくるような声が聞こえたんだ。先生？いや、林の奥から聞こえるみたいで男子がふざけて、おいって返事してみたんだ。そしたらまた、おいって帰ってくるんだけど、返事した分だけ徐々に近づいてきていることが分かってさ、今度は女の子がどうかしましたか？って大声で返事してみたんだ。そしたらおいでー、こっちにおいでー、柿があるよー。って聞こえてきたんだって。柿？なーにこれ？
って思っていたら、また続けて、おいでー、こっちにおいでー、柿があるよー、おいでー、こっちにおいでー、って繰り返してきたんだって。こっぱ？それでキャーって女子が叫んじゃって先生にバレて、もう一度大パニック。あーこれが集団ヒステリー事件の真相ってことね。ほんでその後の話があるんだけど、学級委員長の女の子がおかしくなってさ、授業中、急に立ち上がって山に行きたいとか叫び出したり。しまいには学校来なくなっちゃって、それから亡くなっちゃったんだって。もしかしてご自身で？そう、自らだね。さっきのダムのおじさんと一緒じゃん。そして最後三つ目が、おかしな書き込みについてなんだけど、都内在住の24歳の会社員が H なサイトで動画を見ていたら、とある動画に不思議な書き込みがあったんだ。それは可愛い。うち行きませんか？というもの。確かにおかしいっちゃおかしいけども。ほんで、同じ女優さんの別の動画をふん、エッチじゃんって見ていたら、またコメントがついていて、今度はうち行きませんか？書きもありますよ。って書き込まれていたよ。何これ、ジジイの罠？また別の動画では、お山に来ませんか？書きもあります。また書きだ？ちょっと不気味でしょ？でもおもろそうだから。女優のふりしていたずらでいつもありがとうおうちどこ？ってコメントしたら、バンチまできっちりと実在した住所を書き込んできたんだ。ネットリテラシー皆無やん。ほんで興味本位で調べたら、そこは家じゃなくて神社だったんよね。神主さん。いやストリートビューで調べてみたら廃墟化した神社だったみたい。もしかしてこれもある場所？そうなんよね。そしてまたコメントされていて、そこには、腰入れせよってコメントがあったってな話。何これ暗号？多分これ、腰入れだと思う。ああ嫁入りすることをそう言うよな。そして確かにこの3つ、ある場所が関係してそうだな。だからこそオカルト雑誌の特集にぴったりでしょ？かなりおもろそう。さあ、そうやって始まった背筋さんと小沢くんの調査なんだけど、別日、互いに集めた情報を話し合うということで、リモートミーティングをすることになったんだ。ここでは調べた時に出てきた会についての話をするんだけど、さっき話してきたのは何者かが山に誘ってきていたじゃん。そうね。だから山へ誘うものって名付けて、他にも二つ会が出てくるんよね。というと、まず一つ目が赤い女。アクロバットサラサラかな？泉の広場の赤い女も頭に浮かぶよね。この話は、デザイナーの女性 A さんが東京からある場所に、引っ越して、そこでフリーランスとして新生活をしようって思ってさ、物件情報をネットで画像検索してみていたんだけど、あー間取りとか色々書いてあるページだよな。そこにおかしな画像があったんだって。おかしな画像？それは暗がりに女性とおぼしき人が立っている画像だったみたい。不動産の人じゃなくて？じゃなくてさ、荒れた和室の中で赤いコートみたいな服を着て、ボサボサの長い髪の女性が直立不動で立っているというものだったんだ。こっぱ？完全に不動産の人じゃないやん。あの不動産の隙間から覗いている怖い画像を思い出すよね。そんでそこには文字化けした文字が一行だけ添えられていたみたい。何これ？きっしょって思ってすぐにブラウザバックして、別の物件情報を眺めていたんだけど、そしたらまた、さっきみたいな画像が目に入ってさ、きっしょいけど、こういうの見ちゃうじゃん。まあ気になるな。その画像はさっきとほぼ同じなんだけど、赤い女が万歳していて、文字化けした文字がちょっと長くなっていたんだって。何に喜んでいるん？そこで怖いから見るのやめてさ、それから1ヶ月後、会社で上司に書類のコピーを頼まれたから、印刷していたらさ、何回わかんあって印刷された紙を見てみたら、あの赤い女が万歳していた画像がプリントされていたんだ。どうして？しかも隅っこに文字が書かれていて、なんて書かれていたん？見つけてくださってありがとうございます。なあにこの絶妙に不気味な話。で怖いじゃん。十二分に怖い。ということで仕事終わり一人でいられないから小学校から仲良しの友人に、家に来てもらってさ、今日こんなことあったんだよねって話したんよ。そしたら、その紙を見た友人が凍りついて、どうしたん？って聞いたら、これ、あんたの実家じゃない？って、こっぱ？ってな話。本当に実家だったん？ A さんが言うには、実家で実際にいた子供部屋だったみたいよ。うへぇ。ほんでさっきあんたアクロバットサラサラって言ったじゃん。なんか似ているなって。それ某月刊誌の読者投稿欄にそれを彷彿するような話があってさ、それは地元でジャンプ女が出没するというもので、口が裂けるぐらい笑顔の女が、すごい高さまでジャンプして、家の2階の窓とかマンションのベランダの窓から中を覗き込むというもの。アクロバット口裂け女やん。窓からロコロコ女っぽくもあるよね。夜寝る前とかに窓からこっちを覗いてくるとかだっけ？そうそう、くっそ怖いよね。八尺様っぽくもある。ちなみにこれを投稿した読者の住所はある場所だよ。もう魔界やん。そして最後に3つ目の怪異、呪いのシール。これは某月刊誌に掲載されていた話でこういうシールがございまして。正方形の白地のステッカー？大きさは10センチ、簡略化された黒い鳥居の絵と中に人のようなもの。四隅に女って文字が書かれてあるシールだね。独特のデザインセンスだな。ほんで？このシールがどうしたん？全国の至るところに貼られてあって誰が何のために作って貼っているのか、全くわかりませんって感じ。でもこれ、確かにそういうの街で見かけるよな。力士シールとか、探偵ナイトスクープであった紐のやつとかね。あれ不気味だよな。ほんでそこから色々な人の証言が語られて、例えば、そういういたずらシールに困っていて警備員に、警備強化してって依頼があったから、
監視カメラを夜通しチェックしてさ、誰も来ないやんって思っていたらポツンとシールだけが貼られていたとか。え、怖。あとは当時女子高生だった F さんの証言で一時期チェーンメールが流行っていて、そのメール内容がこの謎のシールに似た画像を3人以上に回さないと不幸になるってもの。迷惑ー。ってあれ？似たもの？なんか違ったん？そう、ちょっと違っていて四隅の女って漢字が陽になっていたんだって。陽ってケリがつくって意味だよな、なんだろう？そしてね、画像だけじゃなくて一緒に文章が添えられてあって。お、なんだろう？見つけてくださってありがとうございます。皆さんに広めていただければ素敵なお友達ができます。可愛い子です。また見つけてもらって喜んでいるよ。あとは収集した情報の中で我らが2チャンネルのシャレコアからもあるんだけどさ、なんかオカルト総集編みたいにいろんなところから関連話出てくるな。どういう書き込みがあったかというと、バイクが好きなネラーがネットで、バイカーブログを見つけてさ、そこにはツーリングした時の、様子が日々アップされていてさ、ハエおもろうって思って頻繁に見ていたんだ。ところがとある日から様子がおかしくなってさ、過去の記事が全部消されていて、プロフィール写真も、真っ黒な画像になっていたんだって。一つだけ記事が残されていて、そこにはタイトルがあの一文字の記事。何それ。なぜか鍵がかかっていて見れなかったんだけど、バイカーのおっさんの誕生日が自分と同じで覚えていてさ、ダメ元で入れてみたらまさかの合っていたんよね。そこには何が書かれていたん？いや、何も書かれていなくて。え？ダムの画像が貼ってあったんだけど、そのダムがある場所のダムなんだ。そしてその次がボロボロの神社の画像。あとは祠の写真があって、その中には大量の女の子の人形がぎっちり詰まっていたんだって。ひえ。ほんでここから背筋さんと小川くんがちょい考察していくんだけど、まず話に共通しているのが、ある場所なんだけど、もう一つ共通しているのが、女性に執着している点。ああ、エッチな動画にコメントしたり、女の子の人形が出てきたり、シールにも女って文字があったし、チェーンメールとかコメントにも可愛いって書いてあるから、女ってのはキーワードかもな。ほんで赤い女ってのが出てきたけど、こいつはどんどん近づいてくるかい。ジャンプしたり、勝手に印刷されたり、見つけてくださってありがとうっていうしな。でも逆に山の会はどっちかというと君から来てよ。って感じでしょ。確かに書きあるから来てねって感じだよな。ほんでまだ会が出てくるんだけど、それが真っ白さん。シャレコアでそんなやついたな。ついてくるやつね。ここでの真っ白さんは、遊びのことでね。1980年代の話で、ある場所の山の片側を削ってニュータウンを作り、そこにめちゃマンションをたくさん建てたんよ。ほんで、そのマンションの一つに引っ越してきた家族がおりまして、そこではマンションに住んでいる子供たちだけがする、真っ白さんっていう秘密の遊びがあることを知るんだ。どういう遊びなん？鬼ごっこみたいなんだけど、男女に分かれて男はじゃんけんをして、負けた子が真っ白さんになって逃げる女の子を捕まえるんだ。他の男は真っ白さんの手伝いをするんだけど、女の子には触ってはいけないんだ。ああ、隠れたこの場所を探したりするってことね。そうそう、ほんで真っ白さんが女の子を捕まえることに成功すると、女の子に身代わりを要求をするんだって。身代わり？何を身代わりにするかはその時によって異なるんだけど、消しゴムだったり靴下だったり、要求されたものを渡さなかったらどうなるん？それは絶対に許されなくて、怖いことが起きるんだって。何それ。ほんでその家族は、なんか特殊な遊びしとるなーって思っていたんだけど、その晩、寝静まった頃にドアが開く音が聞こえて、誰？って思ってみたら娘でさ、深夜に一人でどこ行っとるん？って怒ったら、身代わりを私に言ってきたって言うんだ。真っ白さんやっとるやん。ほんでその身代わりは？可愛がっていた愛病だったんよね。やめて。そしてその一家は引っ越したみたい。そりゃそうじゃ。それから30年の時が経って入居者がめっきり減っちゃってさ、しかもその団地の5号棟から飛び降りが多発する場所になっちゃったんよね。いわく付きのマンションってことか。幽霊団地って呼ばれるようになったみたいね。これは YouTuber に狙われそうだ。ほんで気になるのが、その5号棟の窓から山が見えるということ。山、ねえ。山へ誘うものって話さっきあったけど、廃れた神社の話もさっき出てきたじゃん。あ、神社あったね。背筋さんと小沢くんの考察では、廃神社とマンション群を、直線で結んだ時に一番近くにあるのがこの5号棟みたいなんよね。ちなみにこの山の東側に幽霊団地、そして西側に曰く付きのダムがあって、幽霊団地から、そしてダムから廃れた神社の方向に向かって身投げする。そんな奇怪な状況になっているんだ。完全にこの神社関係あるやん。うん、そして例の謎のシール、ここにも神社の鳥居のマークが書かれてある。神社は関係ありそうだけど、じゃあこの真ん中の変な人は山に誘うもの？そんな感じするよね。あと真っ白さんにも通ずるものがあるよね。ああ、真っ白さんの遊びで考えたら四隅の女って字も納得いくかも。でも、四隅が陽だったシールもあったじゃん。あれはまだ意味わからんよね。うん、これに関して小沢くんが引っかっていることがあったみたいで、大学時代の記憶を語るんよね。どういう話かというと、同じ学部の友人 E 君が、ビジネスサークルに入ってさ、そこで学んで俺は卒業したら起業するって意気込んでいたみたい。あるある、そういうの。ところがしばらくして、あのサークルはヤバいっていうようになって、なぜかというと、そのサークルの特別に開かれたパーティーに参加した際に、参加者が狂気じみた行動をしてさ、それにドン引きしたんだ。どういう行動？こんなことを一斉に話すんだ。武器エムドジエウズメメしたがハワオエオイズメミを聞くと、ゾギツフエワモスモウエアイルズメソウズジエミフオポレルトズエ、みたいな、本当はもうちょい長いんだけど、クプルフの呪文やん。
フングルイムグルーナフクプルールルイエウガフナグルフタ軍。いや、ヤクプルフフタ軍みたいなやつね。十二分に怖いし早く帰った方が良いと思う。ちなみに意味は全くわかりません。そりゃそうじゃ。ということで関係切ったろって思ってサークルから逃げるように脱退したんだけど、それから家のドアに、例のあのシールのような絵が貼られるようになったんだって。ここであの謎のシールが？つまりその宗教チックなビジネス系サークルと謎のシールが関係あると？うん、しかもそれは四隅が女じゃなくて四隅が陽の方。謎が解決しそうでしなさそう。でもなんとなく話の流れは分かったでしょ？背筋さんと小沢くんがかき集めたある場所に関する情報の断片から、ちょっとずつパズルみたいにはまっていく感じがする。ここからはもうちょい、そのかき集めた情報を見ていこう。ここからはパズルのピースのように集めた情報を見ていこう。まあ短編の怖い話を読んでいくって感じになるんだけど、まず一つ目は新種ユーマのホワイトマン。今度はユーマが出てきたやん。ネッシーとか液とかそういうのね。ほんで？ホワイトマンって？これはホワイトマンっていうユーマを目撃した A さんの話でさ、ある場所で妻と6歳の息子とキャンプしていたんだけど、妻が急に頭痛がして、ダムを挟んだ向かいの山を指さして、遠くから視線を感じるって言うんだ。ダムを挟んだ向かいの山ねー。ほんでかけていたラジオもおかしくなって、おいって男の声で聞こえるようになってさ、林間学校で聞いたのと同じじゃん。ほんで次の日の夕方、そろそろ帰るかって支度をしていたんだけど、最後は記念撮影して終わりたいなってことで展望台に行ってさ、そこで息子が何かを見つけて指さしたんだ。見てみると、ダムを挟んだ向かいの山になんか白いのがいてさ、展望台って双眼鏡が設置されているところが多いじゃん。あ、お金入れて見れるやつね。そうそう、息子もそれでその正体を見ようとしたんだけど、息子が突然泣き出してさ、見てみたら、クソでかい白い手がおいでおいでしていたんだって。こっぱ？ほんで双眼鏡から目を離すと妻と息子がいなくなっていて、え？いつの間にか展望台の階段降りて二人手を繋いで駐車場とは、逆の方向にフラフラ歩いていたんだって。ほんで、いやどうしたん？って聞いたら無表情で行かなくちゃって繰り返すんだ。だから怖いかんって思って車にぶち込んでその場を後にした。ってな話なんよね。くねくねっぽいし、2チャンネルの怖いコピペである双眼鏡の話っぽいし、転送滅っぽくもある。あー確かに似てるね。ということでこれはユーマホワイトマンだってな感じ。これもまた山に誘うものの話だよな。そしてその姿は真っ白で巨大。真っ白って言ったら真っ白さんと山に誘うものって一緒の存在なんかな？って考えたら真っ白さんっていう遊びとも紐づくよね。今回も つまり女性が誘われたからね。真っ白さんは女を欲している可能性があるのか。けれどそれはどうして？続いてはおそらく2チャンネルに立てられたスレの話で。スレ対は心霊スポット今から近畿の心霊スポ突実況してみる。あ、あったあった、こういうの。スレ主である関西軍曹って人が心霊スポットに行くって話なんだけど、その心霊スポットがある場所のお札屋敷。またそこか。一人でそこの廃墟に行くんだけど、おばあさんがたまたまいて、この廃墟についての話を伺うんよね。どうやら、昔お母さんと子供が住んでいて、何らかの原因で子供が亡くなってマスコミにあることないこと報道されて、おかしくなってしまったってバックボーンがあるんだってさ。マスコミさんよ。ほんで廃墟に入って探索していくんだけど、畳の下から締め縄が巻かれた岩が見つかってさ。ユーザーの書き込みを調べてみると、場所の選定、廃墟の入り方、畳の下に岩が隠されていること、それをすべて、まるで知っているかのように軍曹に伝えていてさ、そしてその人の最後の書き込みはありがとうございました。え、もしかして軍曹何かやっちゃいました？軍曹も失踪しちゃうんだけど最後に一つだけ書き込んでいて、それは画像を貼っていたんだけど、その画像が、例のあの謎のシール。両バージョンやん。ちょっと何かが繋がりそうだよね。続いて某月刊誌に掲載されていた心霊写真という話。どういう話なん？綺麗な女性ファッション誌のベテラン編集者さんの話で、モデルの写真を撮影していた時に写真の中で1枚だけ真っ黒の写真があって、カメラマンに話を聞いたら53番目の写真は必ず真っ黒になる。って言うんだ。なにその妙な話。ここまでだったら関係なさそうなんだけど、やっぱりある場所が出てくるんだ。それはこのカメラマンが以前仕事でダム見学ツアーの取材に行ったんだけど、もしかしてそのダム？それがあの場所のダム？そのダムのバルブ室を見学していた時にロッカーがあってさ、しかもちょっと開いていたんだって。ほんで中を見たらフランス人形が置かれていてさ、こっぱ？え、これ、なんって驚いていて声を出していたら、そこを案内していた職員が気づいて、ここに赴任した時にはもう置かれていて、先代からの教えで、置かないといけないみたいです。なぜかはわかりませんって言うんだって。そういうの怖いからやめて。ほんでその時撮影した1枚が53番目の写真でさ、それからというものの、53番目の写真はその全てが真っ黒になる。ってな話なんよね。その画像がこちらです。いや見せないで。でもほら、真っ黒じゃん。まあ真っ黒だけどその話聞いた後だと不気味だって。ほんでその綺麗な編集者さんが本当にこれ真っ黒なん？って思って、画像を加工してみたら、ぼんやりと何かが映っているんだって。え、なになに？それがこれもんよ。なんだこれ。
より鮮明に加工したものこれもんよ。口の中やんこれ。そう、上下に歯、そして舌があるよね。しょ、フランス人形を撮影したら、口の中が映るって奇妙だよね。なにこれ。続いて、無料オンライン医師相談サービス教えてドクターに、寄せられた相談についてだよ。私たちと名前通ずるものがあるな。相談者は50代の女性で、字が浮き上がって見えるって相談。目の病気では？ところがその相談者曰く、誰かがその文字を見せようとしている。そんな感じがするんだって。頭の病気では？ちなみにどんな文字なん？それは、私を探しています。見つけてくださってありがとうございます。私はあなたを見ています。あなたは私になれますか？私の可愛い子、一緒に育ててください。お友達がもっと欲しいと泣いています。誘うのはどなたでもできます。お願いします。でもそれだけではダメです。命を生んだ人にしかわかりません。高みから皆さんを導いてください。それまでずっと見ています。なっか？こっぱ？しかもこれ見えるようになったきっかけなんだけど、大学生の息子がある場所の廃墟へ肝試しをして、その感想を夕飯食っている時に聞いてから見えるようになったんだって。これもある場所が関わった案件だったのか。この文章の目的はおそらく、筆者の子を一緒に育てるってことだと思うんだけど、夫には見えてないんかな？うん、そうだと思う。その理由が文章の最後の、命を生んだ人にしかわかりませんって文章。つまり出産経験した女性だから見えた？可能性あると思うよ。お母さんと子かうん。どっかで聞いたぞ。本で続いて、某月刊誌に掲載された浮気って話。これは当時大学3年の女子大生の話なんだけど、サークル仲間で家に集まって飲み会していてさ、その中の友人の一人が昔流行った遊びがある。ってなことを語り出して、その友人は小学生の頃ある場所に住んでいて、あ、そこで流行っていた遊びというのは真白様ってもので、立った状態で両手を上に上げて真白様、真白様、おいでください。って唱えた後、3回その場でジャンプする。そしたら、真白様からお告げをもらえるって話。そしたら彼氏がふざけて俺やるってなってさ、やって撮影したものを SNS にアップしたんだ。またそういうことする。そしたら、ものの数秒でいいねがついてさ、え？それからというもの、彼氏が SNS に投稿するものすべてに、謎のアカウントから必ずいいねがついてさ、こっぱ？彼女もそう思ったから、ひしょいからやめた方がいいんじゃない？って言うんだけど彼氏はいいね稼げるからええやんって言っていてさ、彼女はここで、あれ？もしかして浮気相手が彼氏を監視するために、作ったアカウントなんじゃね？って思い始めるんだ。けれどそこから彼氏の様子がおかしくなっていって、例えば家に泊まっていた時、夜の3時にのそっと起きて廊下で誰かと話していて、怪しいな。浮気相手か？って思って耳を澄ませば、ごめんなさいってずっと謝っているんだって。ほんで彼女は証拠を見つけてやるって思って別日に彼氏が寝ている隙に、彼氏のスマホを強奪してトイレに入って SNS を覗いてみたんだ。例のアカウントとメッセージしていたんだけど、その内容が全部ごめんなさいだったんだ。なんでずっと謝罪しとるん？ほんで、なーにこれ？って思ったけどそろそろ戻っといた方がいいか。とも思って、トイレを出たら真っ暗の廊下の中に彼氏が立っていて、いきなり腕を掴んでリビングに連れてかれてさ、満面の笑みで泣きながら、これで一旦大丈夫だから、人形をお前にするから。って言いながらハサミで髪の毛をバッサリ持っていったんだ。返して？その髪の毛をウサちゃんのぬいぐるみにぐるんぐるんに巻きつけて家を出て、そして彼氏はそれから行方不明になったとさ。どういうこと？ほんでね、ちょっと抜かしている記事もあるんだけど、ここでまた、背筋さんと小沢くんの調査シーンに戻ってさ、小沢くんがついにある場所に行くって言ってさ、背筋さんは止めたんだけど、行っちゃって、それから行方不明になった、終わりって感じなんだ。いやちょっと待って、終わったのこの話？ほら見てよ、この文章。短？とまあ、そんなことなくてさこの記事のタイトル、近畿地方のある場所について読んって言うんだけど、これ、実は後5回あるよ。いや一つにまとめて。というのも、これ本当はリアルタイムに更新していっていたんよね。ああ私たちは今、最初から最後まで全部読めるけど、当時はまだここまでしか更新されていなくて、それが時が経つにつれ、徐々にあと5回分追加されていったと。そうそう、というのも内容を小出しにしているんよね。なんで小出しにする必要があるんだ？それにも全部理由があるんだ、ここからさらに面白くなるよ。まだゾワはさせるんかい。でもそれは後半でね。ここで後半って長すぎない？チャンネルはそのまま。後半に続く。教えてオカルト先生。さあ後半も元気に行ってみよう。やってみよう。後半はどれから調査していく？それじゃあここからは繰り返される。近畿地方のある場所について4について話していくよ。ここでは、衝撃的な文章が足されていたのと謝罪が載っていて。謝罪？うん、実は小沢くん死んじゃっていたんだ。いや待って。小沢くんを探すためにこれ投稿し始めたんでしょ？意味ないやん。そう、だから嘘ついてごめんなさいって謝っている。じゃあもうこれ終わりじゃん。ところがまだ記事だったり近畿地方のある場所について4は、更新されていくんだ。これ以上何を更新する必要があるんだよ。まずはまた、読者からの手紙。またか。内容は週刊誌に送られてきたもので、
ホラ軍曹がある場所のお札屋敷に突撃して、その時におばあさんから、話を聞いたじゃん。ああ、母と子がいて子が亡くなってマスコミが押し寄せて母が狂ったみたいな。そうそう、おそらくその母からの手紙。え、マジ？どんな文章だったん？4通送られてきたものなんだけど、マスコミがおかしな感じで情報拡散することへの苦情と、ちゃんと話すからあなたたちもちゃんと報道して、って内容。まっとうやん。まあ、ちょっとおにゃーってなるところもあるんだけど、例えば、私はより高みに到達することにしたあなたのチャクラも開いて差し上げます。私を見つけてくださってありがとうございます。スピリチュアル？かなりオカルトだよね、けれどなんか聞いたことあるフレーズない？あ、見つけてくださってありがとうございます。そう、さっき出てきた話と同じだよね。ドクターへの相談で浮かび上がってきた文章。チェーンメールでもあったよな。会社のコピー機で印刷された紙にもあったよね。共通しているのは分かったけど、なんで感謝しているのかわからんな。そしてまた、近畿地方のある場所について4が更新されるよ。今度はどの部分が更新されたんだ？うん、小沢くんの考察が追加されていて、まず山へ誘うものは女性に執着しているということ。しかし、あくまで山からは出ず、何らかの影響を受けた男性を使って、女性を山へ誘い込んでいるということ。誘い込む目的は女性を嫁にすること。そして、嫁を差し出させるための男性や、嫁になった女性の肉体を、ダムへ飛び込ませているということ。それが原因であのダムはホットスポットになっている。けれど浮気の話でもあった通り、人形があれば身代わりになってくれて女性は助かる。あとは、真っ白さん、真っ白様は山へ誘うものの影響を受けた。マンションに住む子供たちが小学校でそれを遊びとして広めたもので、ユーマホワイトマンにも通ずるものがあるよね。真っ白さん、真っ白様、ホワイトマン、全部白いな。真っ白、真っ白、白男だからね。さあ少しずつ確信に近づいてまいりました。続いては、女優ホラー作家へのインタビューで、ここではある場所についての話を聞くんだけど、取材としてある場所にある小学校に行ってさ怖い噂知らない？みたいな感じで、生徒に聞いたんだ。そこではいろいろ学校の怪談が出てくるんだけど、必ず最後に2つの噂を話すんだって。というと、それが、下校のチャイムと秋尾くん。下校のチャイムは夕方の5時になると放送室から鳴る下校のチャイムが、時々なぜか3分遅れるみたいなんだけど、それは昔、字をした生徒が死んだ時間でその時間のチャイムを聞いてしまうと、なんだか自分もそうしたくなるってなやつ。あれだな、ポケモンの都市伝説のラベンダータウンシンドロームに似てるな。シオンタウンの BGM のやつね。秋尾くんは？秋尾くんという男の子の幽霊が出て友達になろうと誘ってくるんだって。秋尾くんと友達になると食べられてしまうので、断らないといけないってなもの。くそ迷惑やん。ほんで女優作家はこれおもろってなってこれ噂の発端なんなんだろう？って、突き止めようとしたんだ。もう探偵やん。そこでたどり着いたのが、ある生徒とその親が自死した事件。どういう事件かというと、公園に植えられた背の高い木に、子供が首を吊っていたみたいで、その下で、母親と思われる女性が子供の名前を叫びながら、我が子を殺そうと反響欄で手を上に上げて飛び跳ねていた。手を上げて飛び跳ねていた？なんか引っかかる。しかもね、不可解なことに小学生では届かない背の高い木で吊ったのに、そこには台がなかったんだ。え、じゃあどうやって？おかしいよね、ちなみにその男の子当時11歳のアキラくん。あ、アキオくんに名前近いな。そして漢字で書くと陽。あ、シールの文字。あれも四隅に陽だね。母親についてはまだ情報があって、どうやら子供が生まれてすぐに夫を亡くして、一軒家に親子二人で暮らしていたんだけどちょっと変わった人だったみたいで、何らかの宗教にも入っていたみたい。そして子供が亡くなってから、数ヶ月してさらに様子がおかしくなって、街中にお札みたいなシールを貼り出したんだって。あ、あれれ？その謎のシール貼っていたのお母さんだったの？ほんでお札屋敷って言われている一軒家あったよな。それからしばらくしてそのお母さんも自ら命を絶ってしまったっていう話。壮絶だな。さっきあんたも言っていた通り、お札屋敷こそこの親子が暮らしていた一軒家よ。ほんで、そこには赤いコートの着た女の霊が出る。っていう噂が出来上がったんだ。ジャンプ女、赤い女はじゃあこのお母さんってこと？そうやってできた階段なのかもね。ほんで、アキラくんの階段も実名載せたらまずいとのことで、アキオくんって名前を改変して本にしていたみたい。なるほどな。アキラくんについてはまだ階段が残っていて、とある生徒がアキラくんは真白さんへの身代わりにされたって言っていてさ、身代わりっていろいろあったような人形だとか真白さんっていう遊びでもあったし。そうそう、それが本当なら字ではなくて生贄だよね。ほんで実はもう一人亡くなっている子がいることがわかったんだ。噂では、アキラくんの電話ボックスっていう階段があるんだけど、その代価、真白さんでいう身代わりとしてその子が亡くなってしまったのでは？って考えられているみたい。なんかさ、自分を殺す人多くない？うん、それが一つのキーワードだと思う。理由があってそうしているってことだもんな。なんだろう。そんでまた近畿地方のある場所について4が更新されていて、そこでは小沢くんがまた自分の見解を話しているんだけど、山に誘う者の目的は嫁よこいって感じで目的がわかるけど、じゃあ明くんの目的は何？って考えてさ、確かに学校の階段では友達作りっぽいけど、そこでは友達になったら食べられるって言っているんだよな。うん、そして電話ボックスを使って一人屋上から飛び降りているという噂がある。
つまり食べるイコール命を奪う？食べると言ったらダムの写真で大きな口が出てきたよね。ああ確かにあれも食べるに通ずるものがあるな。小沢くんは食べた後の肉体を飛び降りさせているって解釈をしていて、飛び降りって言うと、学校の屋上そしてマンション、ダム。ある場所、山、真っ白さん、アキラくんいろいろと繋がる部分出てきているよな。そう、そしてアキラくんは、山へ誘うもののせいで死んでしまった。けれどアキラくんは怪異として残っている、つまり、山へ誘うものの特徴を、一部引き継いでいるのでは？って考えたんだ。不思議パワー全開のアキラくんってことか。そしてそのお母さんの赤い女、アキラくんを亡くした時に、狂ってお札を街にペタペタしていたんだっけ？うん、それもアキラくんを何らかの目的で広めようとしていたのかもね。何らかの目的ねー。さあ、続いては某月刊誌に記載されていた辺境で未対談、カルト教団潜入レポート。おもろそう。こういうの見ちゃうよね。怖いもの見たさでね。どういう記事かというと、ある場所に1991年に設立されたスピリチュアルスペース、っていう名前の宗教団体があってさ、ちょっと特殊なのが教祖がいないんだ。何それ、じゃあ何を信仰しているんだ？宇宙そのものだって。あ、もしかして高見ってそれ？ほんで、団体は女性信者のみで構成されていて、女性ライターが潜入捜査するんよね。そこではヨガを行っているんだけど、オリジナルポーズがあってさ、そのどれもが、手を上に上げるポーズなんよね。真白様の降霊術みたいだ。教団の教えは感謝の心が宇宙へ導くというもので、話の始めに必ず、ありがとうございますってつけるんだって。ありがとうございます？信者に話を聞いてみると、信者は布教活動を行っているんだけど、その方法が、かなり単純で目につく場所に絵を貼るというもの。あ、謎のシール。その信者の中には40歳ぐらいの最近息子を亡くした女性もいたよ。あ、もしかしてあのお母さん。ほんで夕飯の時間になって飯を食った後、ある行事の見学をすることになるんだ。それはどういうものかというと、部屋の中央に台があって、その上には、しめ縄を巻かれた大きな石があったんだ。しめ縄を巻かれた大きな石？軍装のスレで出てきていたな。台を四角く囲むように4人の信者がうずくまり、床に置いた紙に、一心不乱に筆で何かを書いていたんだって。何かって何さ？おそらく、あの謎のシールの絵だと思う。というかこの儀式自体が謎のシールのデザインそのものだよな。ほんでそれを取り囲むように、円になった信者たちが手を上に上げ、飛び跳ね続けて、意味不明な言葉を発していたんだ。それは、ルキエマシラムドジエウズメメシタがハワオエマシラオイズメミを聞くと、あの危ねえサークルでみんなが話していたやつ。うん、けれど比較してみるとそこには3文字足されていたんよね。それはマシラという文字。なんだか真っ白さん真っ白さんに通ずるものがあるな。ほんでこれ見ていたら気分悪くなっていってさ、トイレの個室で編集部に電話をかけて救急車を呼んでもらって意識を失ったんだ。大丈夫だったん？うん、死にはしなかったよ。もしかしたら夕飯に薬物が入っていて、そのせいで気分悪くなったのでは？って編集部は考えたみたい。ああ、可能性あるな。しかもそのこと聞こうとして教団に連絡しようとしたら、電話は繋がらないし、建物に一人いなくなっていたみたい。逃げ足早いな。さあ、近畿地方のある場所について4も5回目の更新になりました。まだ新情報あるのかよ。ここではまた、小沢くんが話しているんだけど、なんだか、怒っている様子なんだ。どうしてさ。というのも、さっきのカルト教団への潜入レポートあったじゃん。うん。あれ書いたの背筋さんでしょ？って言っているんだ。ゴーストライター的な？それはどうかわからないんだけどさ。何回わかんない？ないけど。だってカルト教団への潜入したの女性ライターじゃん。あ、そうか、背筋さんは男だからそんなことできるわけない。うん、実は背筋さん女性だったんだ。叙述トリックやん。これ私もめちゃ驚いたよ。なんか勝手にメンズだと思っていたんよね。ほんで背筋さんは否定するんだけど、その記事には証拠となるペンネームが、しっかりと書いてあったんだ。ほな背筋さんが書いていたんじゃん。ところが背筋さんには本当にその時の記憶が一切なくてさ。どういうこと？背筋さんは覚えていないんだけど子を失い、それが原因で離婚。その後ライターとしてがむしゃらに働いていて、肉体的にも精神的にも無理があった。そんな時に宗教団体に潜入して、ここで同じ境遇の信者の女性に感情移入をして、気分悪くなって入院ってな感じかな？記憶はないけど命はある。そういえばキャンプファミリーの妻もホワイトマンに誘われて、フラッグラになっていたよな。うん、直前に気分悪くなっていたしね。つまり背筋さんも誘われたってことか。けれど生きているんよね。そう考えた時に山へ誘う者は、出産していない女性を、狙っているのではないかって思ったんだ。ああ、女性なら誰でもいいってわけじゃなくて選んでいるってことか、何様だよ。そんな話をしていると小沢くんも思うところがあってさ、あることに恐怖していることに気づいたんだ。というと、ビジネスサークルで意味不明な呪文言っていたじゃん。クプルフみたいなやつね。なぜか小沢くん、あれ全部言えるみたいなんよね。あのクソ長い呪文を？しかもね、女友達から夜中に変な電話かけてくるのやめて、って言われていて、いやそんな記憶ないけどなーって履歴見たら、電話帳を上から順に、女性にだけかけていたんだって。出会い中やん。電話の内容は、山に行こうよ。楽しいから、行こう。山へ。って女性側に言ってきたみたい。あ。ほんで2ヶ月後に小沢くんは面識のない女性と一緒に、ダムに身投げして亡くなっていたんだ。つまり、小沢くんは真っ白さんの遊びのじゃんけんで買った人の役割をしていたのか。二人とも食べられちゃって、いらない体をダムにポイって感じだと思う。あれだ、髪の中身を食ってから捨てる感覚。
さあかなり核心に迫ってまいりました。続いてはあの場所に取材した際のテープ起こしだよ。ここでは例の廃神社についてわかるんだけどさ、記者があの場所周辺に住む村人と立ち話をして、その時にその神社のことを聞くんだ。そしたら、そこにはマシラ様っていう猿の神様が祀られているって言うんだ。あ、真っ白、真っ白、マシラ白い何かから、白い猿になった。まあよくある話で、子供の頃に遅くまでで歩いてたら、マシラ様に、お嫁にもらわれるぞって脅かされていたんだって。あ、あるよね、そういう迷信。ほんで、大人たちは柿が取れる頃になったらお供えしに行っていたんだって。あ、猿って柿好きだもんな。あとはおばあさんが、人形をお供えしているところも見たんだって。確か祠にはぎっちぎちに人形が詰められていたって言っていたな。ちなみにそのマシラ様は、しめ縄を巻かれた黒い岩みたいでさ。あれ？それって確か軍曹が見つけていて宗教施設にもあったような。うん、その神社にあったマシラ様を宗教団体が強奪したみたいよ。ええー、犯罪者やん。その後、その村人のお父さんに話を聞くんだけど、さっき聞いた内容と全然違うんだ。村人さんちゃんと話して。そのお父さん曰く、あれは神なんかではないと。おや？ただの人間の男なんだってさ。神ではなくて、ただの男？うん、もともとはマサルっている村人で小さい頃に父を亡くしていて、母と二人暮らししていたんだけど、図体がかなりでかくて黙々と仕事をする真面目な人だったんだって。ええやん。ところが母親が亡くなってから、寂しくなったからなのか精神的におかしくなって、家に閉じこもって人形に一日中話しかけるようになったんだって。そんなマサルをからかう人も出てきて、柿があるか聞いたらお前も嫁がもらえるぞってマサルに吹き込んだんだ。なんで柿かってなことなんだけど、柿の木問答って知っている？知らない。昔やっていた、男と女の初夜の合言葉みたいなもんでさ。英知なやつ？ガチガチに英知なやつで、男が君の家柿ある？って聞いて、女があるよ、実がなっているよ。ほんで男がまたその道ちぎっていい？って聞くんだ。で、女がちぎって激しくちぎって。って言ったら成立して夜のドッタンバッタン大騒ぎ。どうして？ちぎるって言葉でかけているんよ。あ、ちぎりね。で、マサルがそれを真に受けて村中の女に、柿があるからおいで。って言い回ったんだって。あ、林間学校のやつも柿があるぞって言っていた。つながるよね。二重の意味でつながるな。でもそういうのきしょいから、村の女は誰も相手にしなかったんだって。そりゃそうじゃ。そして事件は起きる。え？ある晩、マサルの家の近所の女が何者かに殺されてさ、マサルの家の畑から血のついた黒い岩が見つかって、犯人こいつやんってなってボッコボコにしたんだ。でなぜかマサルはその黒い岩に自分で頭打ちつけて死んでしまったんだって。そこからなぜか村中の女がマサルに呼ばれたって言って、その石に頭打ちつけて死んでいってさ、神社に祠を作って、その黒い岩にしめ縄を巻いて、マサル様って呼んで沈めるようにしたんだ。柿と人形をお供えしてね。なるほど、そういうことか。ほんでこんなエグい話子供にできないから、マシラ様っていう風に変えて伝えていったみたい。おお、かなりわかってきたな。さあついに最後だよ、近畿地方のある場所について5。最後の記事か。ここはもう回答編って感じで背筋さんが書いているんだけど、エグいことが書かれていて。エグいこと？うん、背筋さんの役割についてなんだけど、小沢くんと打ち合わせをしたあの日からずっと、赤い女が見えていたんだって。そして、すべてかけ、すべて広めろって言ってくるんだ。広めろ？うん、この話は絶対にしてはいけないものなんだけど。背筋さんは、自分の命を守るために赤い女の言う通りに、一連の話を書き込んでいったんだ。友人が行方不明になった、探しているといえば皆気になって読むだろうし、ある場所と地名を伏せれば、そこはどこなのか考察したくなって読み進める。面白いってなって SNS でも拡散される。実際そうだったしな。赤い女は情報発信能力に長けた背筋さんを選んで、この話を拡散させた。冒頭で書いた、ご協力いただきたいことは情報提供ではなく、この話を読んでもらうこと。そして最後に、この言葉で締めくくられるよ。近畿地方のある場所については本当にこれでおしまいです。私にはもう書けることはありません。すべてを書いてしまいました。がどこかなんて、もう何の意味も持ちません。皆さんはあまりにも強く縁を結んでしまった。もう、おしまいです。もう私には女のささやきは聞こえません。でも、男の子が見えます。部屋の隅に立って私を見つめています。つまり、そういうことなのでしょう。皆さん、本当にごめんなさい。そして、見つけてくださってありがとうございます。え？さあ最後に私たちでこの話をどう見るか考えていくよ。この気持ちは何だろう？最後は私たちの感想と考察をしていくよ。もう大体わかったやん。まあでも人によって解釈分かれるから。この話の目的は、知ってもらうこと。どうして知ってもらうことが目的になったか、そして誰の目的なのか、時系列で考えるとわかりやすいよ。一番古い事柄は、
うん、まず最初はある場所近くの村にマサルって男がいたよね。マサルは母が亡くなって寂しくなり嫁がとにかく欲しかった。人形と喋るぐらいだからな。けれどそこで事件は起きて、黒い岩に頭をぶつけて亡くなった。そこから怪異が起き始めたよな。うん、マサルのたたりだね。女性限定で辞しちゃうっていう。それを恐れてその黒い岩にしめ縄巻きつけてマシラ様として祀ったと。うん、男は柿をお供えしていて女は人形をお供えしていたよね。これあれだ、身代わりだ。そう、だからそれから誰も死ななかった。けれどね、時が経ち沈めるという気持ち、記憶が村人から消えていた。神社は廃れて徐々にマサルのことを忘れ始めたんだ。そこでマサルは、忘れないで、崇めたて祭れ、嫁よこせ、って感じで、怪異を撒き散らしたんだ。迷惑う。おそらく、その影響で出来上がった宗教団体にマサル岩を盗ませて、今度はまた別の神として女性の身を集め出した。若くて幸運でいない女性の身を嫁として食べる。食べるってのは二通りの意味が考えられて。一つはさっきも言っていた命を奪うということ。もう一つは、よく下品な男が女を食ったって言うじゃん。つまりエッチなことをしたってことだよな。そうそう、そんな感じで二重の意味があると思う。体はダムとかにポイポイ捨てさせる。神食うみたいにね。ほんで、マサルは男に対しては、真っ白さんの遊びと同じように役目として女を連れてくるように洗脳するんだ。えげつないな。けれど生き残った人たちもいたよね。うん。その生き残った一人が赤い女、なぜならアキラという子を産んでいるから。その赤い女も宗教団体に入っていたよな。うん、まあ最初はそれでよかったんだけど、赤い女にとっての大事件が起きてしまう。それは息子の字。そしてその息子は、字ではなく自らが崇めていたマサルへの、真っ白さんへの身代わりとして、死んでしまった。真っ白さんの遊びも呪術というか降霊術みたいなもんだったんかな？かもしれないね。釣られたアキラを見て手を挙げてぴょんぴょん跳ねていたのは、下ろそうとしていたのではなく、自分が崇めていたマサルに助けを求めていたのかもね。けれど助けてくれなかったじゃん。うん、だから自分流にアレンジして息子のアキラを復活させようとするんだ。あ、もしかしてあの謎のシール。うん、四隅が女ってのと両の2パターンあったのは、女バージョンは宗教団体が作ったもの、両バージョンは赤い女が作ったものだったんだと思う。そしてそれを街中に貼り付ける、神が神としていられるのは、知ってもらう、覚えてもらう必要があるから。赤い女はアキラバージョンのシールを街中に貼っていたんだと思う。そう、アキラを蘇らせるために。まあ愛は感じるけども、宗教団体から岩を盗んで自宅に持ち込み、赤い女も死んでしまうんだけど、ここで赤い女の行動により、マサルの呪いの一部がアキラと赤い女に混ざってしまう。そうして爆誕してしまったのが、怪異としてのアキラくん、赤い女。アキラくんは怪異として蘇った、けれどまだ満足していない。そう、アキラくんには友達が少ない。ラノベのタイトルみたいになっている。赤い女はアキラくんの友達を増やすため、そしてアキラを育てるために呪いを拡散していく。育てるってもしかしてご飯を食べさせる？だと思う。そしてそのご飯は人の命。ひえ。マサルは幸運でいない女を欲しているけど、赤い女はその逆で幸運だ経験のある自分みたいな女を欲しているんよね。その理由が育児か。うん、あの文字が浮かび上がったドクターへの相談でそれがわかるね。私の可愛い子、一緒に育ててください。お友達がもっと欲しいと泣いています。誘うのはどなたでもできます。命を生んだ人にしかわかりません。高みから皆さんを導いてください。そう考えたらジャンプ女の話も適合者を見つけるためにジャンプして探していたのかもね。こっぱ？じゃあさ、死んだらアキラくんの友達になるん？嫌ならないと思う。なぜなら食べられるから。アキラくんにはマサルの一部が入っているからね。アキラくんは、ただただ命を食べる怪異になってしまったんだと思う。やめて。そして、そんな赤い女に選ばれた同じ境遇の背筋さん。ある場所なんてどこだっていい。目的はこのことを知って読んで広めてもらうこと。つまり私たちも、この最悪な世界に足を踏み入れてしまったってこと？うん、だからこそ最後にこの言葉で締めくくられる。見つけてくださってありがとうございます。アキラ。終わりのようだと思ったら、アキラくんやん。怖くなんかないもん。さあ、近畿地方のある場所についてを見てきたけどどうだった？書いてくださってありがとうございました。そうだね、感謝だね。かなり端折ったけど、実際はもっと一つ一つの記事が、丁寧に書かれていて一つの短編ホラーになっているから、おもろいと思った人はぜひ読んでみてください。一度読んだ人ももう一回読んで楽しめる構成になっているから、スルメのような作品だね。確かこれ書籍化されていたんだっけ？うん、私ももちろん購入しているよ。なんとなんと15万部を超えたみたいよ。すげえ。各読むでも読めるんだけど、それがいつ読めなくなるんかわからないし、書籍には本編にはない資料とかも載っているんよね。ええやん。うん、ええ感じにゾワはできるよ。はい、これがアキラくんかって感じだね。この話さ読んでて思ったんだけど、怖い話を好きであればあるほど、楽しめる作品だなって思ったね。そりゃそうじゃ。というのも、今まで読んできた怖い話がフルで出てくるもはやスマブラスペシャル、みたいなもんだと思っていて、2チャンネルのシャレコアのヒサルキとかクネクネ双眼鏡、山の毛とかの要素もあるし、ユーマ、学校の階段、こっくりさんとかの要素もあるし、ホラー映画のリングとか、クプルフの要素もあるし、未解決事件の追われているとか、富田のまたわれとか、ダムに車で突っ込んで一家心中みたいな実際の事件要素もあるしで、これまでのオカルト史とかを凝縮した感じがしてもいいんよね。だからそういう楽しみ方もできると思う。
ああ、これは多分あの話をサンプリングしているなとかね。うん、同時に背筋さんの知識の引き出しどんだけあるんだよとも思う。シンプルにすごいよな。多分これいずれ映画化されると思う。うわ、映像化されたの見てみたい。ほんで実は薄井司さんによって漫画化もされているんよね。そうだったんだ。なんかすごいよね、広まり方が。これはもう、あれだな。うん、順調に目的通りに進んでいるね。それでは本日の授業はここまで。見つけてくださってありがとうございました。